ちょっとビーチで雑談しない？ビーチで。と、本当ありがとうね。超助かったよ。こんなね、那覇の夜中に来てくれて、車出してくれて、いろいろ案内してくれて、その上さ、ねえ。ごめんね、朝ごはんも。おお、全然全然全然。全然、本当に助かったから、のぶきは。ありがとう。じゃあ、ご飯食べます。ランチパック。うまい。いい天気だよ。ハートありがとう。みんなおはよう。うまっ。汗ダクダク。本当に助かったよ、ノッキー。ありがとう。風の音ね、これで塞いでるんだけど、それでも来るか。大丈夫？ごめんね、聞き取りづらい人。ま、これで塞いではいるんだけど、こっち側にしたらどうだろう。これで風小さくなった。風の音小さくなった。大丈夫よ。そうなの、風避けられてるかな。すごい風強いの。バックで塞いでるけど。気持ちいいね。いや、天気最高よ、ピーカン。あ、小さくなった。よかった。うわ。じゃあ、今からこれ、沖縄のコンビニに売ってた、沖縄あるあるなんだけど、タコス巻き、ファミリーマートでタコス巻きっていうのを買いました。これ200円ぐらいかな、150円だ。タコスね、ポーク卵シーチキンマヨネーズね。ポーク卵シーチキンマヨネーズね。あの、おにぎり温める文化があるのよ、沖縄。じゃあ、おにぎりを温めませんか？これは200円かな。ポーク、卵、スパムだよね。スパムミート、ポークと卵とシーチキンマヨネーズ。タコスから行こうかな。マリアン、ごめんね。あのさ、俺も場所とかもオープン、全部オープンでやりたいのよ。で、いつも言ってんだけど、ご飯食べてる時とか、場所とかね、書かないのと聞かないでほしい。もうね、嘘つかないといけなくなるの辛いから。言いたいんだよ、俺も。何もかも。だけど、それでさ、放送が見れなくなっちゃうのってわかるでしょ？通報とかさ。そういうのもう、俺嫌だから、ごめんね。いただきます。うまっ、うまっ、めちゃめちゃうまい、これ。うまっ、うまい、これめちゃめちゃうまい。お、レタいらっしゃい。うめえ、レタスとチーズとピリ辛のミート、これめちゃめちゃうまい。うわ、うめえわ。うまい、これ酢飯だね。
俺の放送は全部ノンプラ。うまい。俺が、あれだよ。俺の旅のやり方だから、これは女の子とかはダメよ。俺はほら、旅、慣れてるから、もう適当でも大丈夫なの分かってるから。風気持ちいいよ。おはようみんな。これうめえわ。沖縄で食うからうまいんだろうな。沖縄で食うからうまいんだよ。沖縄にどうやって行ったの？ほんとね、朝起きたらね、那覇空港に着いてた。強く念じることをまず、うん、で、毎朝紙に書くこと、俺は那覇にいるって。で、4年目ぐらいからだんだん那覇にいる夢を見るようになって、で、今日気づいたら那覇にいたね、うん、引き寄せの法則っていうやつなんだけど、目が覚めたら那覇だったよ。おはようみんな、うん、絵になるっつうかやっぱね、沖縄のパワーだよね、これ沖縄のパワー。バカおはよう、みんなみんなで沖縄楽しもう。できるよ。できるかできないかじゃないよ。やるかやらないかだよ、世代。天気と気温はね、昨日がやばかった。29度の湿度90度。地獄。昨日はマジでやばかった。今はカラッとしてるっていうか、風があるから、湿度も高いけど。全然いける。湿度90度、もうサウナだから。サウナ。いいね。波が心を洗ってくれてるんだよ。風と波が。空が広い広い。雲がかっこいいんだよ、本当に。いちいち雲がかっこいいんだよ。あれ？予定は作らない。人生で予定を一つも作らないのが俺の生き方かな。梅雨明けしたばっか。なんかさ、その予定を組んじゃうとやらされてる感じしない？なんかやらされてる人生じゃなくて、やる人生でいたいから。水着持ってきてないんだよね。でもね、海ね、やっぱ汚いわ、こっちの方は。全然その、普通の東京の海みたいな、緑色の海だね。言ってる意味が分かった。沖縄って感じの海じゃない。行きっていうかね、それはね、もう訓練した。本気でそれをやってんの。もう振り回される人生嫌だから、ねえ、どうやったら自由になれるんだろう。どうやったら、心の自由もそうだし、経済的な自由もそうだし、時間と場所にも束縛されない本当の自由を手に入れたくて、それは訓練したよ。こういう風に生きようって。大勝利っていうか、まあなんかその馴染ませたかったんだよね。やっぱみんな沖縄知ってるわけじゃん。だけど俺も知ってるんだよっていう顔もしたかったじゃん。なんか俺も沖縄知ってっからみたいな顔で奴らと会いたかったから、それにはやっぱ前のめりしとかないとダメだなと思って。ブンさんパフェありがとう。そう、奴らだけの沖縄じゃないからっていうのをね。
やっぱあとね、うん、沖縄どうよっても最高よ。みんな優しいし、リア凸もすげえしてもらってさ、今リア凸4人増えて今92人よ。のぶきよハートココありがとう。92人。ツアーでなく一人旅の良さ。そう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 。俺はね、違うんだよ。ツアーになったら旅行なの。俺がやってんの旅行じゃない。旅なんだよ。ここも結構重要なの。俺は旅人なのね。車トラジローだから。俺原付持ってない。免許ないんだよ、何一つ。え、ヒカルくんはあれで沖縄来ないよ。まず屋久島行くんだよ。スナフキンとか車トラジローと同じジャンルだから。誰でもできると思うよ。ただその分そのサラリーマンとかアルバイターとは別の辛さがあるけどね。うん、別の辛さがある。ビールはまだ飲んでない。なんでかっつったら俺は青山と飲みたいから。青山の乾杯は先にやるのは卑怯だと思ってるから、青山が来るまで酒は飲んでない。旅いいよね、若ね。俺だって沖縄ハーフだもん。俺、現地の人にリアトツいっぱいあったけど、言われなかったけど、俺半分沖縄だから。ハーフって言い方も変だけど、俺は母方が沖縄だから。住んだことはないよ。もう俺は、その母ちゃんは、俺を産んだ時はもうこっちの人だったから。ね、千葉とか東京とかに住んでたから。だから、血が半分入ってる。ただ、血が合うよね。こう、俺の体に流れる琉球の血がさ。ここがふるさとだっていう。いいでしょ、青字。いいでしょ。フラーだよ、フラー。ウミンチュっていうかね、やっぱ自然を欲するんだよ。俺よく言うじゃん、都会ダメだわって。山とか海とか風とか空とかが好きで、月とか鳥とか。都会は合わないのは多分ね、先祖の血だよ。なんかこう開放的になるね、すごい。おはようもんちゃん。風の音ごめんね。どうすればいいんだろう。今ね、ここに壁を作ってやってるんだけど、どう、小さくなった？初見さんありがとう。ううさん、どう、小さくなった？今盾を作ったけど、どう？いいよね。フォローよろしく、初見さん。古民家買うっていうか、俺は家を持たない人になりたいの、最終的には。究極の理想形は、億万長者になって、要は、1ヶ月800万ぐらい稼いで、もうホテル暮らしとか、コテージ暮らしとか、もう世界中旅してて、点々と。で、そこで、こう、語りたいっていうか、世界の和道。うん。ちょっとマシになった。おはよう。ごめんね、場所言うとね、特定中がうるさいから、場所はね、ごめん言えないんだ。申し訳ない。キッキさんおはよう。
都会、あ、神戸も行きた、行きてえな、神戸も。神戸も行かなきゃ。旅先でっつうか、旅先で死のうとは思わないけど、いつか定住の地を見つけようと思ってるんだけど、なんだろう、尺、物差しをでかい人間にしたいのよ。自分の生き方、物差し。みんな物差しを持ってるじゃん。そう、物差しを世界レベルまで広げたいし、地球に住んでるっていう感覚が俺欲しくて、こういうことやってて。で、沖縄はあったよ、みんな。沖縄はあったよ。俺は沖縄ね、あんまり信じてなかったけど。マイクがどれなんだろう。パソコンマイクなんで今使ってんの。ちょっと待って。マイクを、ビハイリックオーディオ、ちょっと待ってね。海外も行くよ、全世界行く。あー、無理だな。無理だね、ちょっと。どうなんだろう。インドも行くよ、全部行く。これで風どうだ。ちょっと風はごめん。もうしょうがないわ。風もみんな楽しんで。風も含めてこの放送楽しんでごめんね。旅人ですよ。全然。旅人になるのが夢だったの。それを夢を叶えてくれたのが生放送でありリスナーさんだったのよ。じゃあこっち行こうか。シーチキンツナマヨネーズポーク卵行きます。旅に行く人じゃなくて旅がライフスタイルにしたかったのね。あ、本当に銀ちゃん声は聞こえるの？声は聞こえてる？あ、こっち微妙。タコスうまかったけどこっち微妙。そうだね、海外も行こう。全世界リコリコー、ありがとう。風船卵バーありがとう。ブースパーいらっしゃい。クックパッド2いらっしゃい。なんだろうね、ふわっと旅人多いよね。そうそう、オスプレイがやっぱ飛んでんの。最高よ。風は強い。マイク結構絞ったり工夫したんだけどごめんね。そこに風よけも作ったんだけど申し訳ない。ゴツさんありがとう。嬉しいよ。なかなか俺の生き方ね、理解してくれる人も少ないし、支持してくれる人も少ないから、応援してくれる人をすごい大事にしていきたい。荒野は何がしたいんだろうね、人の配信をバカにして。ちょっと俺は全然いいけど、テルタンピンはいいっていうかどうかわかんない。初見さんいらっしゃい、楽しんでって。もしよかったらフォローして。あ、池袋北口いつもありがとう、いらっしゃい。ねえ、いろんなとこ行こう、一緒に旅しよう。俺一人で旅してないから、みんなと一緒に旅してる感じよ。ちょっと手洗ってくるわ。
フォローありがとう。作りすぎでしょ。ちょっとね難しいんだよね。ごめんね、風強くて。昨日まで沖縄いたんだ。 OBK さんすれ違いだ。旅行で生きてたの。ライターねえな。ライター買えばよかった。金梅さん沖縄には向かってないよ。人に聞いてみるわ。ライター借りれるか。すごいね。300名さんおはようございます。どうすればいいのかな。これでもまだうるさい。どうやったら風って避けられるんだろう。これでどう、マシになった。ホワイトビーチ行きたいね。キスが釣れるんだってこの辺は。でも今日ダメだって。全然釣れないって。気にならない？パルパルはね来ないって。てかパルパル最近元気ねえよな。放送キャスでは人気あんのかな。ふわっち全然やんないよね、最近。すごいね、戦闘機ね。
ずーっと雷みたいにゴー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 言ってるよ。行きたいとこいっぱいあるよ。種子島なの？アメリカビレッジってなんだろう。もうやばいよ、10分歩くだけで汗ダックダックだったから、もうほんと疲れたよ。あのね、俺は人生で挑戦っていうか行動をしないのは何もしてないことと一緒だと思ってて、悩んだり考えるふりして悩んでるんだよ人間って。考えから始まっていつの間にか悩んで10分15分ぐらいするとで、ずっと悩んでってって、だから考えることすらも実はちゃんと考えるっていうかすごく大切にしてるのね。考える、考えてるのか悩んでるのかで、悩みに切り替わった瞬間にも考えなる、思考を停止させるで、悩んでる時は何もやってない時だから、とにかく行動することを癖つけてる。ごめんね、どこか言いたいんだけど特定中とかいろいろうるさいからさ、最近その食ってる店とかさ、今いる場所とか言いづらいんだ。もしリア突する人いたら LINE に連絡ください。あ、そうなんだ、チャタンにあるんだ。俺はだからその挑戦じゃないけど行動を続ける人間でありたいなとは思うけどね。行動し続ける人間いいね。沖縄ね、沖縄最高よ。なんか失敗よりも何もしないことの方がね怖いよ。何かをトライし続けることは大事だよね。たった一回の人生で仕事休んでるけどどうしたらいいですか？え、なに？秋久さんが仕事休んでるの？まず自分の生き方を他人に委ねたらダメだよ。まず俺にどうしたらいいかって聞くもんじゃなくて、秋久さんには秋久さんのやるべきこともあるし、やりたいことがあるはずなの。それは秋久さん知ってるはずなんだよ。だから、そのために何を本当はやらなきゃいけないかを知ってるんだけど、そこに嘘をつかないことが大事なんじゃないの？ねえ、リアトツ一緒にね、旅して面白かったよ。いい思い出になった、ありがとう。飯はうまくないね。正直。北海道が抜群にうまい。やるべき正しいことではなくてやりたいことを重視するんだよ。そうだね。俺はどの言葉でいつも戒めてるかっていうと、好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやるって常に言い聞かせてる。で、それを言い始めて何年ぐらい経つんだろうな。多分ね、26歳ぐらいの時に出会った言葉だから、もう6年間ずっと言ってるのよ。好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやるって。だから、それを、やっぱね、叶うんだよね。言葉って、そのパワーを持ってて、言葉はパワーがあるのね。またまた、ぜひ、のぶきはありがとうね。ほんと感謝してる。のぶきはありがとう。だからね、その、言葉のパワーみたいなのを俺は信じてるかな。言霊みたいなね。そうそう、誰かに決めたら誰かの人生だから、秋久さんの人生は秋久さんがシナリオを書かないと、監督になって主役にならないとダメだと思うから、俺は秋久さんのシナリオを書くつもりないよ。ジンギスカン全然食えるよ、食えるよ、何でもトライする。虫以外は、虫は食べたくない。やりたいことができるようになるまで3年半かかったけどね。俺の力じゃないよ。
俺のことを応援してくれてる人がさ、ずっと支えてくれてて、ようやくその、どんどん現実味を帯びてきた感じだから。出会った人たちが良かったんだよね。違う、あの、ライターがないから多めに吸っとこうと思って。カチおはよう。もしよかったらフォローしてね。言霊はあるよ。それを信じれない人がいっぱいいるのよ。気づいたらずっと見てる。そう、苦しい時もあったし、全然理想の自分とさ、かけ離れてる時もいっぱいあったんだよ。でもゆっくりやっぱそのブレないで信じ続けて言葉を唱え続けると、信じるって人に言うって書いて信じるなのね。人に言えないことは信じてないのよ。俺はそう教わったからそれを実践してる。よくうちに秘めろとか人に言うなっていう人いるけど違うの。信じるっていうのは人に言うことを 言えること。そう。だから大きくても背伸びでもいいから常にその自分の理想みたいなものは人に伝えて、で応援してくれる人を探してたよ、ずっと。だからそれがね、3年半ずっと苦しかったのか遅かったのか、叶うのが遅いって感じるのか、叶うのが早いって感じるのは人それぞれだけど、俺は3年半かかったね、やりたいことやるまで。沖縄のステーキ食べるよ。理想の自分を手に入れるのに3年半かかったかな。でも大体3年前後で夢は叶ってるね。いつまで沖縄にいるか。俺はね、自分の人生何一つ計画はしないことにしたの。その時その時感じて、こうすべきだって思って、朝、こうしたいって思ったことを叶えられるように生きてるから、いつまでいるのかわからない。帰りの飛行機取ってない。そう。何にも縛られたくないから、帰りたくなったら帰るよ。エイムさんいらっしゃい。屋久島行かないよ、俺。おはよう、ナノさん。初見さんもしよかったらフォローしてね。ヤギがうまいんだ。そう。別に今日帰りたくなったら今すぐにでも帰ることできるんだから。旅行じゃないからさ。俺は自由でいるのが、和道であり続けるのが俺の仕事だから。アイテム投げたいけど買い方がわからない。アイテムはね、あの、アイテムボタンでアイテム投げるときに、あの、購入ページに飛ぶよ、アイテム持ってなかったら。ヤギは癖あるんだ。誰も信じれなくなるっていうかね、他人にね、信じれるとかじゃないんだよ。強さが必要なのね。自分を信じれなかったら他人も信じれないし、自分のことを信じなかったら他人に信じてもらえないんだよ。だから自分のことを信じれるようになると毎日の行動が、その、やるべきことに向かっていくし、やりたいことに。だからね、あの、信じてもらおうとか信じようじゃなくて、まず自分を信じることだよ。のんのんおはよう。海よ、有言実行の和道だから。懐かしいね。イデアさんいらっしゃいね。あれが一番最初の大手さんとの絡みだからね。パワースポットね、懐かしい。オレンジの店ね。ありがとう、昔から見てくれてんだね。いろんなことあったけど、まあなんか結果オーライだなって思うよ、ほんと。ほんとに結果オーライだなって。ブレッドさんいらっしゃい。海はね、そんな綺麗じゃない、こっちの海は。海見せてて見えてるじゃん。
おはよう。のりたん、おはよう。私も他者は信じません。それは自分が傷つきたくないから。自分が本当に強かったら、自分に似た仲間っていうのができるんだよ。同じ。自分を強く持ってるとね。本当に一握りなんだけど、自分に似た人がいるんだよ。生き方は全く違う。性格は全く違うけど、こいつ、似てるわって。そういう人は信じられるようになるよ。そう。自分のことを信じれる強い人にならないと。朝はね、今ね、おにぎり2つ食べた。サンドイッチと。癒されるね。質問どうぞ。あんま考えてないですけど、ヒカルくんが屋久島終わったら来るかもって言ってたから、合流するかもしれない。ただヒカルくんはほら、屋久島がメインだから、屋久島鹿児島だよ。沖縄じゃないから。その後来るみたいなことは言ってたけど、ほら、俺らってさ、俺もテルも、ヒカルくんも金梅さんも気分屋なんだよ、基本的に。優先順位っていうか、一番目指してるものは配信を沸かすことだし、やりたいことやることって俺らは信じてるから、確実にその約束を守ることよりも、みんなが切磋琢磨することの方が重要なんだよ。だから、どっかで会うって繋がってるから、俺らは。ステッカーね、3枚。沖縄ではね、3枚買っていただけた。売れたっつうか、支援ね。いい感じだね、今は。日陰だから。他人に裏切られて深く傷ついたことはいっぱいあるけど、その時俺に強さがなかったからだよ。裏切られたんじゃなくて、守る力がなかったんだよね、その時に俺に。だから自分を責めないと成長できないよ。他人を恨んでも自分の自己成長を止めるだけだと俺は思ってるから、人のせいにしても意味ない。他人と過去は変えられないんだよ。自分と未来だけは変えられるから。だから、自分と未来変えることに、ね、専念すればいいよ。俺はそう思うよ。人様の人生は人様の人生じゃん。でも自分の人生は、ね、時間をどう使うか、ね、自由だから。おはよう。寝てないよ。沖縄来てからずっと沖縄満喫してるよ。最高。超気持ちいい。おはよう。さちさんおはよう。おはよう、つむきさん。いいね、沖縄。サウナだよね。フリーランスだからね、俺は。配信者はみんなフリーランスだよ。ノマドワーカーだから。おはよう、まこさん。違うよ。何を言うかじゃないよ。誰が言うかだから。どこで言うかじゃないよ。誰が言うかだよ。おはよう、大福さん。ねえ、いい時間だよね。花火ありがとう。
てん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 。はい、フォローもありがとう。沖縄いいよ、最高よ。いつ寝てる？寝たい時だね。だいたいね、20時間から24時間ぐらい起きて、12時間から18時間寝るのが大体のサイクルかな。自分にぴったりのサイクル。地球の時間、そう24時間っていうサイクルが俺には合わないんだよね。地球の時間がすごい合わない。太陽と地球の感じが。うん。黒い服しか着ないんだけど、沖縄バージョンは失敗したなと思って、ジーパンムレムレだし、黒 T は暑い。失敗ですよ、ミーコさん。食べたよ。ブルーっていう定食屋さんでご飯食って、で、コンビニで今、おにぎり食った。海まだ入ってない。ボスさんいらっしゃい。かっこよすぎるっつうか、あれだよ。本当に。先輩がかっこよくて、それずっと追っかけてたから。俺がかっこいいんじゃなくて、先輩がかっこよかったの。俺にかっこいい背中見せてくれて、来た人たちがいたんだよ。先輩の風をね、追いかけてただけ。おはようネク、おはようございます。ギマさん笑ったよね。超神回だったよね。夜の放送見なかった人はほんと損だと思うわ。マジ笑ったわ。あ、爆笑だったよね、ほんと。ギマさん。うなちゃんマンとユイガをより吹かして、最後のオチ完璧だったでしょ。逸材だよね。いや、夜の放送マジ神回だったよね、みんな。超面白かったよね、ギマさん。あ、レンタカーね、テルが借りるって言ってた。俺だってレンタカーも何も免許持ってねえから。いや、今日最高だったよ、ほんとに。夜の放送、まず爆笑だよ、ほんと。いや、怖かったよね、ちょっとね。でもなんか、和道の旅っぽくてよかったよね、なんか。どこ行ってもホームレスと仲良くなるっていうね。いやー、すごいね。ちょっと話しようか。あとで見た方がいいんだったら別にいいけど、今聞きたい人は話すよ。全然、リクエストがあったら、うん、帰りたくなっちゃう。あ、サチさん、そうなんだ。聞きたい。まず、もう、なんつうの、俺、宿も何にも関係なく、5000円しか持ってなくて、沖縄来たの。で、国際通りから車でリスナーさんに、ウミンチュさんに、ルビーっていう定食屋さんに連れてってもらって、で、海が見えたから、その公園で寝ようってなったの。その公園でもうあったかいからここで寝れるわ、つって。で、寝床探してたのよ。そしたらなんか、初老つうかおじいさんに、おーって声かけられたの。で、そのおじいさん、おー、何？みたいな。東京なんだ、みたいな。俺、プロ野球選手なんだ、って言うのよ。もう入りが面白いじゃん。おじいちゃんなんだけど、コルセット巻いて、ギターを横に置いて、明らかにホームレスのおじさんが、おお兄ちゃん、どっから来たの？東京です。あ、俺プロ野球選手だったんだよね。もうそっから面白いでしょ。で、面白いと思って、俺隣に座って、ああ、そうなんすか、沖縄最高っすね、みたいな感じで、言ってたら、まあ俺ギマって言うんだけど、みたいな。へえ、おいくつなんですかって言ったら、42歳だって言うの。で、42歳、お、僕32なんで10個上っすねってなったのよ。で、そしたら、ギマさんがすごい、なんか面白かったから、なんか、もうすごい喋るのよ、ずっと。ギマさんは。なんか、久々に人間と喋ったみたいな感じで。で、ギマさんは、いやー、それがさ、お兄ちゃんさ、俺、目の前海なんだけど、俺、たまたまなんだけど、俺今日財布とスマホ、海に投げちゃったんだよ、っていうの。で、あ、そうなんすか、つって。そう、コーラが飲みたかったんだよね、って。でも俺、
財布と携帯電話海に投げちゃったんだよって言うから、いや僕買いますよってコーラって、もう面白すぎるじゃん。でコーラ買ったけど、ありがとうって言ったら腰にビニール袋を下げてたの。ギマさんは、ギマさんこうやって腰にビニール袋を下げてて、コーラ渡した瞬間になんかミニカーを2つ出してきたの。こんなちっちゃい。でお兄ちゃん見てよっつって、コロ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 ってやり始めて、いいだろうみたいな感じなの。コロコロコロって。でまあ俺プロ野球選手だったんだけど、今肩と腰壊してるんだよねって。で高校野球とかいろいろ監督やってんだよっつって、あそうなんすかって。ところでさって、俺このミニカー売る商売やってるんだけど、一個買わない？俺そのお金で野球ボールを少年に買ってあげたいんだって言われたの。で、いやミニカーはいらないっすっつったら、めちゃめちゃへこんでて、あそうなんみたいな。あそうなんだみたいになって、ギマさんめっちゃへこんでた。でまだもうリスナーさんからしたら面白いのよ。なんかもうギマさんが乗ってきて、なんか俺実はあそこ目の前に会社見えるだろみたいな、俺あそこに石油会社やってんだよ、俺今甥っ子にやらせてんだけど俺オーナーなんだよねっつって、すごいっすねみたいな。で、そこに船あるだろうつって。そしたら、ジェットがついてる船なんだけど、あれも俺の船なんだよって。で、キマさんすごいっすねってなって。で、ここいいよ、お兄ちゃん。すげえ寝れるんだよつって。俺もここよく寝るんだけど、つって。もうホームレスなんだよ、完全に。ここはよく寝れるから、誰も警察もないし、つったら。あ、そうなんすかつったら。トイレもあるんだよ、見るって。パソコンも無料で使えるんだよ、見るって言ったら、明らかにフェリー乗り場の、あのパブリックな公共の施設のフェリー乗り場のフリーパソコンと、あの公衆トイレ案内されたの。で、あ、そうなんですかっつって、いいだろここみたいな、ここ最高だろみたいな、住めちゃうんだよみたいなこと言ってて、でもう俺らはもうすごい、キマさんはもうウナとユイガよりすげえみたいになってたの、第一村人は。でそしたら、俺ちなみに下の名前キマサブローって言うんだよってなった瞬間に、1分後にコメント欄が、ベギラゴンっていうリスナーさんが、ワド逃げろってなったの。で、俺ギマさんと喋ってるから意味がわかんないから、アイコンタクトで、もっと情報くれみたいなのをリスナーさんに送ったの。目で。ちょうだいもっとみたいな。そしたら、みんなが、逃げろ逃げろワド逃げろ早く脱出だとか言って、なんかコメント欄が逃げろ逃げろに変わったの。で、ギマさんの話、ギマさんはもうバンバン吹かしてるんだけど、URL が送られてクリックした瞬間に、ギマサブロー2008年、3000円を強盗するために包丁で脅す、懲役何年つって。ギマさん全然石油会社のオーナーじゃなくて、3000円欲しいために包丁で強盗した人だった。で、わかんないよ。その本人かどうかわかんない。だって本人は42歳だって言うんだから。で、そのギマサブローさん、同姓同名のギマサブローさんのニュースを見ると今70歳なの。で、カメラをギマさんに振ったらどう見ても70歳だったの。で、逃げた。っていう放送だったの。すごいよくできた話でしょ。これもう滑らない話だよね。滑らない話出れるよね。まあ、そんな感じでした。はい。それが、あの、沖縄の第一村人でしたね。はい。もし今の話面白かったらぜひフォローしてください。あの、よろしくお願いします。完全に一致なの。でもいい人だったけどね、話した感じ。いや、滑らんなーだよね。花火ありがとう。花火、アイテムありがとう、ご祝儀。そう。それがもうリアルタイムで、全然閲覧取れなかったんだけど、和道らしいわーってなって、和道の放送これだよっていう、なんか静かな神回があったの。うん。この話、いいでしょ？これが生放送で実際に起こったことなのよ。そう。違うの、その、ギマサブローって名乗った瞬間ググったんだよ、多分。みんなプロだから。ありがとう、バーガー10個ありがとう。そう、出だしから濃いでしょ。これを見なかったのは和道リスナーじゃないよねってみんなで話してた。ホームレスと仲良くなるのもそうし、相変わらずキャラ濃いホームレスに好かれるなっていう。TSR あるある。うん、面白い。ドンちゃんありがとう、花火。いや、これがやっぱ和道の放送なんだよ。和道の異常なゼミナールなんだよ。だけど、この閲覧も少なかったのも面白かったんだよ、ちょっと。なんかやっぱ好き、本当にゴールデンタイムで、
みんな他の人見てるわけじゃん。だから、あ、いいもん見たわーって言ってくれて、みんなが。いや、いいもん見たわ、ワドを追っかけて、今日ワドを見ててよかったわ、つって。そうそうそう。何人ぐらいいたかな？あの時100人ぐらいしかいなかったんだよね。で、なかなか面白かったよね。バカありがとう、大福さん。そう、もうね、本当にね、なんか、浅井さんとかロハコさんとかさ、そっち系の人なの。もう生主やったらこの人絶対面白いっていう。実際怖かった。そうそう、幽霊とホームレス、個性的なホームレスに、あと、キチガイに、好かれるっていう。面白かったよね。うん。ただ、その、あれだよ、その、ホームレスのギマさんと、その、犯罪のギマさんが同一人物って話じゃないからね。そこだけ注意してね、みんな。そう、みんな刃物持ってないから聞けとか言ったりね。聞けるわけねえだろ。いやー、すごい面白かったよ。あれは神回だったよな、ほんと。で、その後、そのまま那覇の方に、国際通りの方に行って、ベンチがあったから、なんかサメが釣れる川があるんだけど、そこでずっと朝まで話してて、リアトツ何人も来てくれて。うん。うん。俺はね、でもね、刺す人じゃないと思う。あのね、やっぱりね、その、刺す、やっぱり、その、飯が食えないからなんだよ。うん、だってコーラも渡してるし仲良くなっていきなり刺すとかはないよ。人間だから。そう。人間ってもう本当に本当にどうしようもない時にどうにかなっちゃうんだよ。ありがとう。花火ありがとう。みんなアイテムありがとうね。じゃあ今日はアイテムいっぱいいただいたんでこのままアイテムタイムなしで、次枠1時間話します。もうね、べっちゃべちゃ。汗が、いや、日焼けもすげえな。あ、全然日焼けしてる。すげえな、沖縄来てまだ数時間しか経ってないのにこんなに日焼けしたよ。数時間の日光で。これやばいわ。日焼け止め、うわ、全然違う。明日海で焼こう。数合わせありがとう。シャワー浴びたい、もうベッドベトよ、全身。全身ベッドベト。そうだね。でもまあ真っ黒になってもいいかな。日焼けすることない人生だったから、ほとんど。もう家にね、入り浸ってるだけの人生だったから。汗もができちゃった。短パン買おうかな。でもポリシーなんだよな、このジーパンは。このジーパンはもう本当にいろんなところ連れてってさ、いろんな思い出染み込ませてやろうと思ってるジーパンだから。海今入ったらベトベトになっちゃうね。やけどするって言われた。絶対ダメだよって、今海入ったら。夕方から海入るんだって。ひにゃにゃさんおはよう。金はあるけど暇はない。ああ、そうなんだ、渡辺さん。いつかね、でもスローライフでいいと思うよ。マキルありがとう。セカンドライフとかでやればいいんだよ。定年退職とかで。日焼け跡くっきりだね。全然色違う。そうだ、ライターがないんだ。コンビニまで遠いんだよ。マジか。うん。今さんのせいで寝不足？定年まで何十年あるか？だ、定年がある人生選んだの俺のせいじゃねえもん。渡辺さんが自分で選んだんじゃん。ダメだ。火がね、誰かライター持ってないかな。後ろのおじさんにライター借りてこようかな。ちょ、聞いてくるわ、後ろのおじさんに。ライターを借りてきませんかって。ちょっと待ってて。
バコ吸わない人だったわ。ライター、うん、タイマーかいいな。汗もがすごい。俺愛煙家だから。喫煙者じゃないから愛煙家。いい場所だね。やっぱどこも楽園よ。ありがとう勝さん、ありがとう。あざーす花火つけ、ついてくれ。最後の一服。花火ありがとう。あ、ダメだ、完全に終わった。火打ち石も消えた。アウティです。あ、ダメだ、もう無理、タバコは吸えんよ。あー、マジか。じゃあいいや、加えタバコで話すか。どっかライター落ちてねえかな。こんなにいい天気でタバコ吸えないのか。虫眼鏡持ってない、うん、近くにないんだよ。もう歩いて1キロかかんの。 900m かな。だからさすがにね、行く気にはならないんだよね。途中でバッテリー落ちてさ、充電してトイレやって弁当でってやっとこそ歩いてきたから。いや、予備のライター入れてたのよ俺。もう旅行用にもう万全だったの。だけど捨て頃用にこれ道具全部一回抜いて、その全部入れてたから、だからね、道具が旅用の入れ替わっちゃったんだよね。初見さんいらっしゃい、俊一と囲いさんいらっしゃい、楽しんでってね。そう、ちょっとね、行く気にならないんだよね。あのホテルのチェックインがもう少し、もうちょいだから12時ぐらい、12時ぐらいにここを出て、ホテルが14時チェックインなの。14時チェックインだから、あの12時に向こう行ってコーヒー飲みながらちょっとパソコンで作業やって、でそれでまああれしようかなと思って。俺のメガネと日光で行けるかな。で無人島とかになったらもう試すよね。無人島で火がなくなったら自分のメガネを日光に当ててやるだろうな多分。チャンピオンは今日来るでしょ。もう向かってんじゃないのかな。今日来るはずだよ。あー、たくさんフォローありがとう、みんなありがとう。もし初見さんでちょっと付き合ってやろうかなとか応援してやろうかなと思ったらフォローしてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。ね、沖縄の写真とかもツイッターに上げてるからさ、あのもしよかったらツイッター見てみて。Facebook とかもやってるから、 YouTube とか今回の動画は全部 YouTube に載るから、ぜひよろしくお願いします。持ち込み OK。 え、普通のライターダメなの？ USB ライターね、うん。沖縄気持ちいいよ、島にゃん、こんにちは。楽しいよ。これでね、三振とかギターとかあったらもう最高なんだけどね。もういくらでも時間潰せるよ。普通のライター1個までなんだ。そうなんだ。
まあそうだよね、テロとかにもなっちゃうもんね。しょうがないよね。顔と手が赤い、嘘。もう焼けてんのかな。まあこんだけ日差し強かったらそうなるわな。まあしょうがないよね。もうたった数時間しか経ってないのにね、早いよ、やっぱり。沖縄日差しが強い。みんな真っ黒よ。真っ黒。何日ぐらいだろうね。帰りたくなったら帰ろうかなと思って。帰りたくなったら帰る。フォローありがとね。フォローしてくれた人ありがとう。よろしくお願いします。これからも。沖縄35度は超えないんだ。湿度なんだろうね、多分ね。うん、湿度でしょう。島豆腐の味噌汁。へぇ。メガネに水一滴垂らして、焦点結べば、本当に言ってる？メガネに水を一滴垂らして、そこに日光当てんの？絶対嘘でしょ。北海？北海って何？お国ちゃんいらっしゃい。ツイッターもフォローありがとう。初見さんもしよかったらフォローしてね。コメントありがとう。楽しんでって。沖縄ビーチで雑談してます。本当にやってみる？やってみる？太陽と水を何メガネに垂らすの？一滴。え？嘘でしょ？ポリーズしたの。フォローありがとう。やってみようか。何分ぐらいかかるんだろう？一滴水を。一滴？ライターはジッポ、ジッポなんだけど、火打ち石とオイルが同時に切れたからもう絶対絶命。やってみようかじゃあ。水を一滴メガネに垂らすと。で、これにタバコ、火？ちょっとやるよ、ほんとに。何分ぐらいかかんの？何分ぐらいかかんの？どうやってやんの？どうやってやんだ？ちょっと待って、いけるんだけど。マジか。え？うわ、いけるわ。ちょっと待って、マジでいけるんだけど。これ火つくんだけど。マジか。ちょっと待って。すげえ。何分でいけんのこれ。ただ相当時間かかるよ。いけそうなんだよ。本当にピンポイントで光がガーって入るの。この水しぶきの下に。だどれくらいでいけるの？
どれくらいで行けんのかわかんないんだけど、これ10分くらいかかるぞ、下手したら。え、着くまでやってみる、ちょっと。着くまでやってみる、マジで。うん。着くまでやってみようか。いつかは確実に着く、うん、ただね、無理、心折れる、うん、尻尾の先端、無理でしょ、気化してないから、オイルが切れてるから。高山ワト2、理論的には可能なんだけど、10分後なのか20分後なのか、その風がいいのか、風を遮らないといけないのかとか、その条件がわかんない。果てしなく気が遠いの。やってみるといいよ。水滴垂らすじゃん。で、こうやってやると、ピンポイントで光が集中するの。ガーって。とんでもなく光源が強くなって、あ、これ行くわっていうのがわかる。うん。心折れたわ。虫眼鏡の方が強くなりそうだろうね。ツイッターフォローありがとう。ダメだったわ。焦げもしなかった。へえ、ガムの包み紙と乾電池もいけんだ。でもさ、こういうサバイバル術ってすごい重要だよね。ネットがなくな、止まって、その、経験としてそういうの持ってるかどうか。モノレール乗ったよ。モノレール乗ったよ、最低さん。あー気持ちいいな、しかし。教科書に書いてあることだけじゃわからない。
大切なものがきっとここにあるはずさ。それが島中宝。メンソーレ、ありがとうございます。来ちゃったよ、沖縄来ちゃったよ、ついに。マサさん、フォローありがとう。ティンティティンティンティンティティンティンティンティティンティンティン。ホテルはね、チャンピンのリスナーさんに、予約していただいたんで、無料で、やっていただいてます。本当にありがたいことに。ごめんね、どこのビーチかね、あんま、俺もお店とか場所とか常に公開して行っていきたいんだけども、通報で嫌になっちゃってさ、ねえ、みんなで楽しくやりたいんだけど、通報する人とかがいるから、言えなくなっちゃった。ごめん。もうなんか、場所も言っていきたいんだけど。ごめんね、モジャさん。琉球空手の達人に見える。ブースカ、ハイサーイ。骨汁がいいんだ。インパクト大。もしリアトツしてくれる人がいたら、LINE に連絡いただければ LINE で教えますんで。で、ぜひその時は、ライターをください。僕に。ふわっちでもね、まあ、俺は少ない方なんだけど、たまにみんなで楽しくやってる時に、こう、ね、通報でダメになっちゃうこととかあるから、もう場所言うのやめようと思って。あるんだよ。あんまりね、場所のことは聞かないで。エルノシアおはよう。ユイマールの歌ってなんだっけな。ユイマールの歌、子供の頃よく歌ったな。ユイマール歌詞。子供の頃ね、CD を聴かされてたけど、ユイユイって歌かな。これ沖縄では有名な歌なのかな。ハイサイディサイユイマールって知ってる、みんな。ユイ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 マールって知ってる。そう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 、これ子供の頃よく歌ってたんだけど、知らん、これって東京の人とか知らないのかな。ハイサイディサイユイマール、ユイ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 マール。初めて聞いた？あ、じゃあ、あれか、沖縄民謡っぽいから、沖縄の人しか知らないのかもね。CD が流れてたよ。知らないんだ。じゃあ、沖縄ではメジャーだけど、あれなんだね。関東では知らない歌なんだね。後ろの人聞いた。タバコ吸わない人だった。あちこちっていうか、もう本当好き勝手やろうと思ってるよ。フラーハット好き勝手、好き放題やろうと思ってる。ハトがめっちゃこっち見てる。なんかね、ハトも猫も沖縄のね、ハトも猫もこれマジなんだけど、太ってないんだよ。シュッとしてんの。マジで。多分ね、暑いからね、痩せてるんだよ。びっくりするよ。猫もハトもデブがいないの。ユイマールってどういう意味なんだっけな。ユイマールは、なんか、なんだっけ、ユイマールっていう言葉があんの。俺ね、スマート、格安シムだから3000円で受信もアップロードもダウンロードも両方無制限。だから俺は3000円しかかかんない。人間はデブが多い。ワキラさんね。食べ物の量が多いんだよ。あ、ライター借りてくるわ。
コ吸わない人だったね。そうそう、無制限で3000円なの。逆に東京の猫、鳩太りすぎ、ブックブクだよね、カラスも。店がないから餌がない。ああ、なるほどね。沖縄気持ちいいよな、クさん。すごい気持ちいいよ。みんな優しいよ、沖縄の人は。いや、あのね、コンビニまでね、1キロぐらいあるんだよ、ここから。だから歩いて15分ぐらいかかる、20分とか。多分、上りだからすごい時間かかる。どこのシム？プララっていうところ。プララ。はい、さーい。マーコさんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてね、みんな。プララだよ、プララ。ただね、3ギガ制限っていうかね、下りはめちゃめちゃ遅いから、放送を見るとかは向いてない。正直、YouTube 見るとか。すっごい遅い。ポタポタ、ずーっとポタポタ。そうだよ、11月でサービス終了。だからまた、格安 SIM の使い放題探さないと。プララめちゃめちゃ良かったのにな。無限に放送できたのに。金梅さんが向かってんのは屋久島だよ、屋久島。ここは沖縄だから。屋久島はね、鹿児島。うん。台本、あんまりね、なんか台本とか、俺あんま放送好きじゃないから、見るのがね、なんか台本でも別に台本じゃなくても面白ければいいやと思うんだけど、台本だったらなんか都合が悪いの、みんなにとって。そこがよくわかんないんだけど、なんか台本だろうって言われるの、よくコメント打たれてるけど、台本だったら何なんだろうって常に思うんだよね。別に台本でも台本じゃなくてもよくない？別動態になるのかな？屋久島もできんかどうかわかんないけど。あー、そういうことか、そういうことか。あ、そうじゃないの？俺もそうだと思うよ。屋久島ついて、うえぇ、光るぇ、つって。また騙されたっすね、リスナー。ばさんって。また引っかかっちゃうしね、つって。うまいっすね、ばさん。ってなるんだと思うよ。仲良しだから、あの人たちは。熱中症気をつけるよ、ありがとう。モノマネしてないよ。モノマネクオリティどんどん上がってきてる。あの二人ほんと仲良しだよな。なんであんな仲いいんだろう。マブダチみたいになってるもんね。ヒカルくんが金梅さん大好きだからな。めちゃめちゃ好きなんだよね。
え、なにセブンがすねたって。セブンさん別にすねないでしょ。いや、野田総理でしょ、橋本くんでしょ、ランハゲでしょ、光くんでしょ、荒野でしょ。あ、セブンさんもそうらしいよね。本当にすげえよな、金梅さん。金梅さんが、こいつだって目つけると絶対大手になってるからな。俺結構金梅さんすごいと思うよ、マジで。だって配信歴浅いからね、結構。セクシーさんおはよう。よくよく考えると本当にすごいよな。自分だけじゃないからね。育ててるからね。で、ちゃんと育てきって大手になったら離れてるからね、みんな。それぞれ独立してるもんね。あれはすごいよな。やっぱ社長っていうかね、やっぱね、すごいよ、あの人は。本当にすごい。異常な才能があるよ、配信に関して。だってトークスキルゼロであそこまで、なんつうの、伝説なことになるってすごいかんね。ヒカルくんはべったりだね。でもいつかあれじゃん、金梅兄さんから、やっぱりそろそろみたいなのが出てくるんじゃないの。一年ぐらいでガッて育てるイメージがある。いや、トークスキルゼロでしょ。トークスキルはゼロだろ、さすがに。ディスでもなんでもないかんね。本人も言ってるもん。いや、人柄だよ、やっぱり人柄。配信者の事務所、いや多分ね、金梅さん儲けたいとかそういうんじゃなくて、配信会をでかくしないと自分がでかくなれないっていう構図に気づいてる人なんだよ。みんなはみんな自分の配信をいかに放送フォロワー増やすしか考えてないの。それだけでいいと思ってんだけど、金梅さんは大きな目で見てんの、配信会全体みたいな。で、取り巻きがいた方がとか、ライバルがいた方が、後輩がいた方がとか、多分ね、本能的にやってるんだと思う。見えてるんだよ。それで最終的に俺が王になるとかじゃないのよ。そうじゃなくて、大きな目で見たら、パイがでかくならないとダメだみたいな。多分そういうことだと思う。あの人の器はマジででかいと思うよ。もうワンピースで言ったらシャンクスでしょ。シャンクス。四皇だよ、四皇。俺、ウソップね。考えてるっていうかね、多分本能で嗅ぎ分けてやってる気がする。で、多分めちゃめちゃ優しいの、あの人。本当にびっくりするんだよ。もうなんか、みどりさんとか、俺がの人じゃん。だけど、いや、それが悪い意味じゃなくて、それでいいと思ってんの、プライド持って。俺がの人多いんだけど、金梅さんは、この中で一番過疎の子誰ってなったら、俺だとしたら、こいつ前に出してやれよ、みたいなこと言うの。配信外で。こいつ前に出してやろうよ、かわいそうだろ、みたいな。俺らいつでもできんじゃん、みたいな。そういう人なんだよ。タバコがうまい、ふざけんなよ、ほんと。タバコ吸いたい。火が欲しい、火が。今俺に必要なのライターだから。土屋プロデューサーではないでしょ、完全に。金梅さんは、金梅さんは江頭でしょ。違うんだよ、本当に慕われてんの。金梅さん、金梅さんって、みんな慕ってるじゃん。金梅さん、金梅さんって、みんな金梅さんが好きなんだよ。ラブリーなんだよ、金梅さんが。あれ、トムがいる。トム、ふわっちやってんじゃん。トムの家ってどの辺なんだろう。トムの家どの辺なんだろう。
暑いな。いや、全然、なんかね、トムがね、一回ヘラって俺にアンチコメ書いてきたから、多分トム俺のこと嫌いらしいよ。なんか、俺が障害者なのを当てつけにお前踊ってるのかとか、すげえアンチコメ書かれて。意味がわかんないじゃん。お前が踊ってるのは俺への当てつけなんだろうとか言って、すげえディスられたの。全然意味わかんねえと思って。トムね、多分ね、なんかヘラるんだよね、たまに。多分トムは俺と合わないって言うと思うよ、うん、トムは俺と会うつもりないと思う。俺は全然トムに何にもないけどね。トムにその怒ってるとか恨んでるとかディスるとか全然ない。はい、ワード2。アリスだ。お前、サムネやめろ。ふざけんな。アリスやめろ。なんだ、そのサムネ。本人か、お前。本人か。本人じゃねえか、お前。何、お前、俺の、お前、顔使ってんの、お前。さっき聞いた。金梅さん見たくってやっちゃうと多分金梅さんの真似になると思う。なんかね、自分のいいところを育てた方がいいと思ってる。誰の真似もする気ないよ、俺今。好きすぎて。お前そんなに俺のこと好きなの？うん。俺タバコポイ捨てしてないよ。これ、灰皿。タバコポイ捨てとかしないもん。俺大嫌いだもん。知ってるでしょ、グノコッチョ。そう、ボランティアの人なのかな？清掃員の人なのかな？うん。花火ありがとう！ててん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 てんて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 てん。ありがとう。サムネそっくり？こいつなんか俺のね、似顔絵を描くんだよね。うん。ざけんなアリスとか言ってるけど、なんかドレさん勘違いしてて、あのね、あなたね、なんか自分の、面白い、なんかリスナーいるんだよみたいな感じで、アリスももともと俺のリスナーだし、アヤカも俺のリスナーだし、カイホーも俺のリスナーだし、ざけんなっていうか、もともとアリス俺のファンだから。なんで俺のポケモンたちをなんで自分のポケモンって勘違いするのかわかんない。アリスは俺の可愛いポケモンだから。ハヒロンおはよう。花火ありがとうね、うん、全然ふざけてないよ。俺のかわいいポケモンだよ、うん、やめとけ。やめとけよ。暑いな。しかし早くプール入りたい。早くプール入りたい。いらないの？アリスポケモン。アリスポケモンいるでしょ。俺に関しては囲ってるよね、完全にアリスは。どうも、ニャンコロリーいらっしゃい。あ、海入りてえな。フォローを間違えて消してしまったので、フォロワーよろしくお願いします。あ、全然全然、好きに。もうフォローは大歓迎だから。よろしく。フォローして。アイコは、アイコはドレさんのポケモンじゃねえだろ、どう考えても。ヒカルくんのポケモンをみんながシェアし始めたんだ。グッズは買わねえけどな。なんでグッズの方が良くない？花火だって1000円でしょ？だったらステッカー1枚家にあった方が良くない？なんで？俺のステッカーめちゃめちゃ好評だよ。違う、アリスが手書きなんだよ。俺のことが好きすぎて、俺の似顔絵ツイッターとかにアップロードしてる。
いろんな人の配信見たいのにダメなの？いや、全然いいよ。全然いいよ。うん。俺に花火しなくなったら俺めっちゃお前のことをディスるから。おい、アリスやつって。やばいっすねつって。アリスやばいっすね。最低っすねって。ブスって。好きな配信者って一人じゃダメなの？もう全然。別に好きなだけ好きになればいいじゃん。ただ、俺は、アリスにとって一番の配信者は俺じゃないと嫌だね、俺は。アリスが一番好きな配信者は誰々って言ったら俺はちょっと凹むよ。和道が一番好きって、もう言って、思っててほしい。ニャンコロリンハートココありがとう。ハートありがとね。いや、そうでしょ。やっぱり。一番好きなのは和道だわって言われたいでしょ。俺もだよって。俺もドレさん好きだよ。俺もドレさん好きだよ。愛してるよ。暑いなぁ。早く風呂入りたい、もう。はい、和道2。マリアちゃん、おはよう。何時だ ?10 時半か。2時チェックインだから。俺もワドツ好きだよ。ワドツって名前じゃねえわ。ワドだわ。痛恨のミスだわ、それ。いや、もうほんと帰りたくなったら帰ろうと思って。うん、お邪魔しまーす。トウコさんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてね。今離島じゃない、ほんとほんと。ああ、全然、謝んないで。海入らんのって、ホテルチェックインしてから入りたいし、なんかね、こっちの海は綺麗じゃない海なの。ちょっと見る？こっちの海はね、ちょっと緑色っていうか、わかるかな？伝わるかな？伝わる？綺麗は綺麗なんだけど、その、俺らがイメージしてる沖縄の海とはちょっと違うんだよ。わかりる？緑色っていうか。なんか、その、日本海じゃなくてなんだっけ、太平洋側はね、汚いんだって、ちょっと。グリーンなんだよね。いや、行きたかったとか意味わかんない。来ればいいじゃん。なんで誘われ、友達できねえやつみたいだな。誘われねえと何にもできねえのかよ。53にもなって、自分の行動ぐらい自分で決めろよ、ほんと。いや、俺も行くわ、でいいでしょ。53にもなって自分の行動決められないとか、オワコンすぎるだろ。今から来れば、ドレさん。貝殻拾ってきてね。もうじゃあ拾ってくるか。ねえ、別に来ればいいのに。貝殻拾ってきてねって砂浜じゃなかったんだけど。思いっきり砂浜じゃなかったわ。テトラポットみたいな、コンクリートみたいな感じだった。予算の関係よく言うわ、100万も稼いどいて、ほんとに。よく言うわ。あなた一日いくら稼いでんだよ。稼ぎすぎでしょ、ちょっと。いくらなんでも。テルとね、ドレさんはちょっと稼ぎすぎ。そう思わない。おい、レクチャーおはよう。ちょっと稼ぎすぎだよ。引くわ。綺麗な、綺麗は綺麗なんだけど、違うんだよ。反対側の海が綺麗なんだって。いや、多分ね、ドレさんの絡みって難しいんだよ。チャンピンとドレさんじゃね、多分黙り合いになってドレさんがリードするようになるんだけど、多分それでも噛み合わないでしょ。で、ヒカルくんは多分よいしょしちゃって噛み合わないでしょ。多分ね、ドレさんの扱いってポジション相当難しいよ。だからユイガさんとか、ユイガさんとか、その、なんだ、うなちゃんマンとかが言えるっていうのは、あれはキャリアがぶっ飛んでるからだよ。わかるでしょ。難しいんだよ。
難しいよ、ドレさんのポジションって。だから俺ドレさんと企画やるとき相当考えたかんね。あのドレさんが美味しくてそのキャラ潰れないでどの位置から入るかみたいな。うん、違うよ。いや、噛み合うっていうかね、うんとね、難しいんだよ、本当に。ドレさんとコラボは本当難しいよ、その。多分若い子は特に難しいと思う。気を使っちゃうと思うしね、年齢的に。うん、そうそう、行くかなら、ツバニャン同伴で引っ掛けますっていうのはありだと思う。そう。噛み合うっていうよりもね、実はね、ドレさんね、スタンドプレイ得意なんだよ。そう。ドレポケモンの扱いはね、ちょっとね、特殊タイプだからね、格闘技大会、その、筋肉ポケモンの格闘技大会の時だけめちゃめちゃ強いから、1年に1回大会があるのね。筋肉ポケモンの。その時に出せばいいんだよ。筋肉ポケモンの。気難しくはないよ、正直。気難しくはないんだけどね、どこまでやっていいのかわかんないタイプなんだよ。どこまでやっていいのかね、わかんない。探り探りだ、みんな。スタンドアローンコンプレックスだね、まさに。妻にはもう連絡つかねえよ、とか。そう、女ポケモンに弱いな、と。この筋肉ポケモンめっちゃ強いんだけど、女ポケモンに速攻やられちゃうんだよ。いじってもらいやすいイメージ大事だよね。それそれ。俺もないんだよ。実はそれ俺も苦手なんだよ。いじってもらいやすいイメージは、荒野が伸びたのはそれだよね。まあ、それだけじゃないんだけど。そう。イミさんのペット。マシマシさんいらっしゃい。そう。メンヘラポケモン使わせたらもう最強だから。メンヘラポケモンをね、もう虜にする何かを持ってる。あ、でも、それはありだと思うよ。だからもう、本当にテレビみたいな企画っぽくして、なんか、はちゃめちゃになったらドレさんが怒るみたいな。だからダウンタウンの浜田みたいなポジションやればいいんだよ。うん。バカを集めて、バカを統率する役っていうか。うん、難しいよ、配信は。しかも、その即興芸だから。ポケモントレーナー、確かにまあ、俺でもそんなメンヘラじゃないと思うんだよね。俺メンヘラっていうよりは、俺メンヘラっていうよりも、多分ね、本当の気違いなんだと思う。金梅さんみたいなファッションっていうか、プロ気違いじゃなくて、本当にこじらせてるやつなんだよ。本当に気がおかしいやつ。一番やべえやつ。あれ、俺下手したら人刺してるもんね。うん。本当に。なんかどっかで人生もうちょっと間違ったらね、多分ね、猟奇的な何かをやるタイプなんだよ。そう思わない？俺ね、俺の中にあるもん。なんか、猟奇的な俺。なんか、ちょっと歯車違ってた俺なんかやっちゃってただろうなっていう。うん。ねえ、夏いよね。ギラギラさんそんな昔から知ってんの？俺のこと。ねえ。こないだなんか荒ぶってませんでした？いや、全然。うん。いや、プロの気違いだと思うよ、俺は。プロ、ファッションとは違うね。プロ気違いだと思ってる。あ、まあ、ピーターパン症候群あるね、正直。逆に言ったら、ピーターパン症候群で何が悪いのかぐらいに思ってるもん。独特っていうか、まあ、配信、本来は配信向きじゃないんだよ、俺は。本当は、もっとその、世界的ななんか、画家とか、こうなんか、芸術家とかが向いてるんだと思うよ。小説家とか。そう。こんなところにいる人間じゃないんだ、本当は。こんなゴミみたいな。本当は違う。フォローありがとう。フォローありがとう。おはよう、ボンちゃん。アイコはね、ちょっと強すぎるね、あのモンスター。言うこと聞かないんだ。レベルが高すぎて言うこと聞かないモンスターだから。あれはいいや。あれ、育たなくても野生の状態で強い。レベル64とかあるから。レベル高すぎるとね、ポケモンマスターの言うこと聞かないんだよね。ちょっともうちょっとバッチ集めてから言うこと聞くようになったからゲットしに行くわ。
ていらっしゃい。いやー、しかし昨日の夜の神回は本当に面白かったね。昨日の夜の神回見逃したやつはね、もう一生後悔するだろうね。俺らの中で語り継がれるもん、絶対。和道リスナーたちの間で。ギマさん。ギマ伝説。チャンピンまだ来てないでしょ、多分。チャンピンまだ来てないよ。昨日の夜神会があったんだよ、静かな。静かだけど超面白い神会があって。最高だったよ。もう閲覧は少なかったんだけど、もう和道リスナー大爆笑、大興奮。超面白かったよ。さっきそのエピソード話しただけで花火6発上がったからね。それは面白いっつって。それは面白かったわっつって、花火6発上がるほどのキャラクター。その今日こういうことあったんだよって話すだけで6発上がった。見逃した人はずっと後悔すると思うよ。からな、本当に見逃しちゃった。もったいないよ。他に浮気してたりしたからだよ。たまに怒るからね。配信者っていつ芽が出るかもわかんないし、いつ才能がね、いつ囲われるかもわかんないし、もうとにかく長く続けることだよね。録画あるよ。録画あるけど、あの世界観は多分生放送じゃないと伝わらないと思う。あの、リアルタイムで起こってる臨場感っていうのかな。ほら、コメントが、もう全部ストックが残っちゃうじゃん。録画って。だから録画を見る感覚とね、生放送、やっぱ読み飛ばしちゃうし、生って呼び飛ばせないじゃん。で、リアルタイムでみんなで作っていく感じあるじゃん。あの感覚がすげえ面白かったわ。窓を逃げろーっていう、全員で。窓を逃げてーって。俺が意味わかってない。おんおんって。もっと詳しく、みたいな。解放よりも面白かったよ。録画者多分あの感じ伝わんないよ。でもさっき話したらみんな面白かったって言ったもんね。エミュールは聞いてないの、さっきのギマさんの話。あやか若い頃綺麗だよな、ほんと。あやか、どれさん見た、あやかの若い頃の写真。俺びっくりしたんだけど、あいつめちゃめちゃ美人だったんだけど。なんかまあ顔は整ってるけど、ちょっとなんかねえねえ、なんかオカメ納豆みたいな顔してんじゃん、あやか。美人は美人なんだけど、若い頃めちゃめちゃ美人だよ、あやか。見る？あやかの若い頃の写真。俺ビビったもん、マジで。え、こいつこんな可愛かったの、若い頃って。見た？翔さんおはようございます。リツイートしたんだけどビビったよ、マジで。あやかの若い頃は、あれどこだ？あれ、あやかの若い頃、あ、リツイートは表示されないのか。見る？あやかの若い頃。どこだ？いたいた。見る？見ない？やめとくか。あやか若い頃マジで綺麗だよ、こいつ。おい、みゅんこ、こんにちは。普通にこれは美人だと思うよ。美人じゃない？知ってんのか？
美人じゃない？普通に美人じゃない？俺普通にこれは美人だと思ったよ。若い頃の綾香。それが今こうなったんだよ。それが今こうなっちゃったんだよ。残念だよな。笑うでしょ。進化したの。まだよ。顔は別に普通に美人だからね。痩せたら相当美人だよこの子。うん、那覇ですね那覇、うん。おいカノンいらっしゃい。この人。でもまだ27とかじゃなかったっけ、あやか。じゃあだからもう不摂生でしょ完全に。和道の影響で酒に溺れて酒太りしたの。かわいそう、俺のせいじゃんそれ。うん、まだ若いよ。月一で那覇に行ってんだ。チェックイン、長えな。マジで長えな。もう耐えらんねえよ、俺。あと3時間ここで雑談すんの、俺。マスさん行ってらっしゃい。うん、頑張るよ。マスさんも頑張ってね。東北から行ってんの？那覇に。広島じゃなくて岡山だっけな。広島の方だったと思うけど。でも俺のことが好きすぎて、本当に恋しちゃったらしくて、日本人で好きになったのは金梅さん、7年前に金梅さんと結婚の約束したんだけど、気違いすぎて逃げられたの、金梅さんに。で、金梅さんと、もう恋を失恋したから外国人と付き合いまくって婚約までしてたんだけど、振られたんだよ。婚約破棄されたのね。その、ちょうど1ヶ月後に俺の放送を見て俺に一目惚れして、で、今、叶わぬ恋だと知って酒に溺れてるっていう。酒に溺れて7ヶ月ぐらい経ってる。うん。そんな感じ。そう、ホスト通い。で、ホストを辞めて今大衆演劇にハマってる。フライト2時からなんだ。フライトが2時からだったら夕方だね、多分。うん。波乱万丈すぎるよね。うん、いや、笑うっしょ。こんなに人を好きになったのは、日本人で人を好きになったのは、金梅さん以来って言われた時のカミングアウト。うん、そうそうそう、突に上がってたでしょ。いや、昼寝っつうかもう風呂に入りたいんだよ。俺、毎朝起きたらシャワー浴びてスッキリして、で、その放送始めるとか、で、寝る前にシャワー浴びるっていう生活なのね。多い時もう一回入るんだよ。シャワー大好きなのに、そのフライトで、ブワーって歯磨いて速攻出た。髪ボサボサで、汗ギットギットで、寝汗かいてる状態で。で、寝て、飛行機の中で1時間寝て、で、腹減ったからじゃがりこ頼んで食って、で、こっち来たらもうサウナですよ。湿度 90%。気温29度っていうわけのわかんない気温で。で、ずーっと遊んで今でしょ。もうとにかく汗びちゃびちゃ。ギャッツビーとかないね。沖縄料理まずい。沖縄料理うまいもんない、やっぱり。今サブロー面白かったよね、蝶さんね。銭湯とかないんだって、こっち。銭湯とかない。野宿っていうか、もうずーっと遊んでたね、放送回して。あ、そうなんだ。ギャツビーあるとさっぱりするんだ。でもね、年のせいか油がすごいんだよね、俺。まあ、タコスとかステーキとかうまい。だから外国のものはうまいんだよね。アイテムつけちゃった、あぬんなぎ。
じゃあそろそろ2時間経ったんで、もしよかったら応援してくれる人アイテムお願いします。風船1個でも構わないんでアイテムくだせー、よろしくお願いします。沖縄そばとかアグー豚とか美味しいと思うけどな。俺ね、ソーキそば、ばあちゃんが作るソーキそばがめちゃめちゃうまいから、こっちの一回食べたことあるんだけど、昔全然美味しくなかったんだよね。まあオリオンビールはうまいよね。バーガープレゼントありがとう、ラブ&ピースさん、バーガーありがとうございます。お、マナユありがとう、アイテムありがとうね、マナユ。風船5個ありがとう。アリス黒ウロンチありがとう。国際通りの方か、もう離れちゃったんだよね。ツッチーさんありがとうね、風船10個。カノンさんありがとう、ハート2個ありがとうございます。あざーす。おー、カチュー、ててん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 。ありがとうございます。花火猫屋さん風船ありがとう。チクチクキノコタン風船5個ありがとう。おちびさんバーガー20個ありがとう。猫屋さん風船ありがとう。ありがとうございます。コンビニ近くにあればいいんだけどな。ててん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 。ヒキャツさんありがとう。ててん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 。はい、ありがとうございます。沖縄バージョンでした。いやー、ありがとう。風船30個ありがとう。ありがとう。沖縄バージョンだからね。その、土地土地のやつやってこ、うん。花火1000発ぐらい上がると、こう、エイサーが始まるかもしんないよ。10人ぐらいバーって集まってきてる人だね、こうやって。東京帰ったら免許取ったらどうですか？免許か。車か。なんかね、車って選択肢ないんだよな、俺の中で。なんだろう、なんで車に興味ないんだろう。バイクめちゃめちゃ好きなんだけど。ゆきみさんありがとう。かっちゃんまたつ。免許か。免許今んところいらないかな。なんか車欲しいってあんまないの。バイクは欲しいんだけど、でももうバイクも興味薄れてきたな。今はなんか乗り物はいいや。昨日の夜中4000発花火投げられてる人。4000発しかもなんか10分とかで投げられたんでしょ？うん。やばいやついるよな、ほんとに。4000発ってことはいくらだ？ 4000 発だからあれか、700万ぐらい稼いだのかな。4000発で50万、200万 !200 万稼いだの？ものの10分ぐらいで。やば狂ってるな、マジで。あー、泊まりでね。てか、東京で車所持するなんて不可能だからね。向かいの海に飛び込んでください。やだよ、びちゃびちゃになるよ。やだよ。じゃあ、花火100発上がったら、俺向こう岸まで泳いでくるよ。配信で見せてやるよ。そのまま定点カメラで俺の泳ぎ見せてやるよ。花火100発上がったら向こうの方まで行ってやるよ。あいつどこまで行くんだっつ。どこまでも限りなくだよ。ただね、今ビチャビチャになりたくないからね、やっぱ100発ぐらいのリスクを、うん、違うよ、何言ってんだよ。鮫島がそんなことしてたじゃねえよ。俺鮫島さんのせいでさ、真冬の江ノ島入れさせられたんだよ、チャンピンと俺。もうやめよ。ててん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 。ありがとうございます。いや、沖縄だからね。うん、沖縄だからこれ、うん、花火ありがとう、アリス。海入るのいいんだけどさ、なんか
シャワーがないとか結構俺、そういうの気になるタイプだから。だって沖縄に来て俺ずっとシャワー探してるんだよ。風呂入りたいってずっと言ってんだよ。敏感肌だから。サーターアンダーギーね。サーターアンダーギー、え？アダーギーター？ん？アダーギーターわかんない。アダーギーター。ててん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 、ありがとうございます。花火、冬の海より全然いいよね。だけど違うんだよ、ホテルまで結構距離あんだよ。びっちゃびちゃでホテル行きたくねえだろ。バックパック背負ってさ、機材重てえのに、この日差しなのにびっちゃびちゃなんだよ俺。勝ち死にで感謝の舞、勝ち死にっていうの、クラゲいるだろうね。沖縄クラゲによく刺されるって言うもんね。あの現地の人に言われたけど、あのちゃんとしてるところ網を張ってるんだって。クラゲ用に、クラゲが入らない網っていうのをちゃんとビーチに引いてるんだって。こっから行かないでくださいっていう網を。でもこういう海はマジでクラゲに刺されるらしいよ。だって力也さんもう嘘ばっかなんだもん。あのなんかさ、あのなんだっけ、サバイバルする、山ん中でサバイバル配信とか言ってさ、思いっきり四つ街道だったしさ、後ろは森なのよ。だけど思いっきりそっちが道路なの。普通にコンビニが目の前にあるので、配信終わった瞬間にリスナーに暴露されてたんだけど、すき焼き食ってるんだよ。もう俺カエルしか食ってねえよとか言って、またむか、なんかまた虫食うのかよとか言って、カメラ終わった瞬間にすき焼きガツガツ食ってたっていう。俺、力也さんのそういうところ大好きなんだよね。もう配信が切れた瞬間にリスナーを裏切るっていう。うん、海じゃないでしょ、あれ。川でしょ。AKB 持ってるのかい？ AKB って何？ハブクラゲっていうのいいんだ。今ね、どこにいるか言うとね、特定されるから、あんまり言ってない、もう。うん。リアトツする人にだけ教える。LINE ちょうだい、リアトツする人は。まだ3時間ぐらい空きがあるから。うん、リアトツする人にだけ、LINE とか DM で教える。ハブゲと捨て頃負けたのに、俺捨て頃俺捨て頃負けたのに。ビーチですよ、どうもどうも。マサさんいらっしゃい。チャンピン待ちっていうか、ホテルのチェックイン待ちだね。バエさんね、いやバエさんは沖縄に向かってるわけじゃないから、なんか問い合わせ俺にいっぱい来るんだけど、バエさんが向かってんの屋久島だからね。ああ、まあ、わかるだろうね。だるまさん、沖縄県民なんだ。うん、まあ、わかるだろうね。沖縄の風いいよ。うん、時間できそうなら、突します。ああ、全然全然。いつでも。チャンピンは、なんか、2時のフライトだって。2時フライト。チコカリーノだっけ、チコカリータだっけ。チコカリータって沖縄のラッパーじゃなかったっけ。チコカリータに会いたいわ俺。気持ちいいよ、あーたん。もしよかったらみんなフォローしてね。よろしく。沖縄1日目です。いいよ沖縄は。昨日の配信見れるし、俺の YouTube チャンネル登録してくれたら全部の録画見れるから、一番いいのは俺の YouTube チャンネル登録しておいてもらえると嬉しい。秘蔵映像とかもいっぱいあるから。うん、YouTube だったら見やすいでしょ、検索しやすいでしょ。だから下の URL 貼ってあるじゃん。チャンネル登録って。これ YouTube チャンネル登録しといて。佐々木さんおはよう。車移動どころか俺車持ってない、もう。ガオンさんフォローありがとう。サンキュー、ありがとうございます。フォローありがとう。
性格悪いっすよ。性格かなり悪いっすよ。結構歪んでますね、僕は。こじらせてます。まあ、せやんねん、おはよう。みんなフォローありがとね。あーたんフォローありがとう。おはよう。こんにちは、原始人さんありがとう。風船ありがとうね。お、グデタマおはよう。よろしく。おはよう。いやー、こんなのさ、ビールと歌があったらもう最高なんだけどな。ギター持ってくれよかったな。マジでももうギター、ここでギター弾いてたらもう幸せだよ。ギター持ってくるべきだったわ。もう永遠と弾けるよね。それは音楽の街になるわ。沖縄ミュージシャン強いのわかるわ。風船10個ありがとう。ネットの神様ありがとうございます。初日はね、降りそうだったんだよね。結構マセヤンヌ風合わせありがとう。ウクレレはね、どうなんだろう。やっぱここでエレキを弾いちゃう俺、ブレない俺。ウクレレはちょっとな、うん、ウクレレあんま好きじゃないんだよね、音色が。ギター買おうかな。ギター買っちゃう。ギターこっちで買えばいいのか。もうなんかギターの練習して、もうフルーツ食いたい。フルーツ、マンゴーとかさ、美味しいの食いたいな。まだ食ってない。あのルビーで飯食ったよ、ルビーで。ギター練習っすね、俺上手くないから。うん、マルさんいらっしゃい。フォローありがとう。フォローありがとう。ルビーのね、養殖ボリュームがマジすごかった。あとね、豚のカツなのかチキンのカツなのか牛のカツなのかなんだかわかんないカツだったんだよね。三振家にあったよ。母ちゃんが沖縄の人だから弾けたよ。てん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 。三振いいよね。あとビギンの人が作った楽器あるでしょ。三振とギターの中間みたいな。ハブのね、ハブの三振とかね。洗濯物いってら。ここも写真撮っとくか。沖縄。ツイッターに写真あげよう。はい、今日もイケメン。そうそう、沖縄とハーフだ。沖縄とハーフ。本当に絵みたいだもんな。びっくりするよ。写真撮るともう絵みたいになるんだよ。
風船ありがとう、マサヤヌさん。いや、ホテルはね、もう20分、25分で着くから、チェックインがまだなんだよね。なんで沖縄ですか？なんだろうね。なんかあんまり理由なくて、日本中旅したくない？なんか、その、沖縄にこれこれこういう理由で来ましたとかじゃなくて、なんか行きてーみたいな。で、ノリでチケット買っちゃったよね。いいじゃん、行こうぜみたいな。テルが、沖縄行かへんつって、めっちゃええよって言って、あ、行くわつって、もうその日にチケット買ってたわ。ノリ。ノリノリ。ツイッターみんなリツイートといいねを押して、リツイート、いいねどっちか押して。今、写真撮ったよ。マジで絵みたいだよ。本当に。絵みたいだよ。みんなツイッター、いいね押してきていい？いや、すげえな、ほんと。絵みたい。現実とは思えない。夢みてえだな。加工はね、加工っていう言い方だと、普通のさ、ソフトとかの何々みたいなのを選択して加工とかはしないの。そうじゃなくて、俺の場合は、その、光の濃さとか、ブラックライト、要は影の作り方とかを、細かく調整するの、一個一個。なんつうの、コントラストとか。だから、ちょっと、撮った写真よりも、色合いが強く出るように、陰影が強く出るように、もう俺が気に入る色調とかに全部加工はしてる。加工って言うと変なんだけど、そのフォトショップで言うそのバランス整えるみたいな作業は俺は毎回やってる。あ、そうなんだ。3,4,5で沖縄行くんだ。もしかしたら一緒にね、すれ違うかもね。横瀬ゆかさんとね。カチューハートありがとう。ありがとう。タバコが吸いたいね、ほんとね。タバコが。ハートプレゼントありがとう。マジでタバコ吸いたいからちょっと移動しようかな。移動する？タバコ吸いたくね。何泊か帰りのチケット買ってない。だから何泊するも決めてないの。もう帰りたくなったら帰るっていう。適当。未来のことなんかわかんないじゃん。このまま住んじゃうかもよ。コンビニ近くどこにあるんだろう。遠いな。これが一番近いかな。コンビニ行くか。あ、そんな遠くないわ。コンビニ行こう。コンビニ行きまーす。行くよ。そうだよ、だって時間に縛られるとかさ、場所に縛られるとか、お金に縛られるとか、そういうの嫌だから俺配信者選んだんだもん。嫌じゃん、俺時間ねえわーとかさ、金ねえわーとかさ、嫌だもん。好き勝手やっていきたいんだもん。行く行くっつって、イタリア行かないっつって、行く行くっつって、沖縄行こうって、行く行くっつって、そういうの楽しいじゃん。でもね、みんなと一緒に行ってる感覚よ、俺は。リスナーさんとみんなで一緒に旅行してる感覚。だから一人でいるけど全然寂しくない。常にね、200人ぐらいの仲間がいるから最高よ。自撮りは俺昔からうまいってめちゃめちゃ言われてたの。ただ、ネット
なんつうの、ナルシストキャラでよくあげてたんだけど、飽きちゃったんだよね。一回飽きて、また復活したの最近。ネタがなくなって。そしたらね、ふわっちのリスナーは知らなかったらしくて、その、キモナルシストキャラの一人キャラみたいなのをネタでやってたんだけど、思いのほか受けがいいから続けてんだよ。ニコ生の時よくやってたんだよ。気持ち悪い自撮りナルシストキャラワドー君。だけどね、たまにネタでやってるのに、結構ガチで俺のことナルだと思ってるやつがいるんだよ。ワドーキモいとか本気で DM 送ってくるやつがいて、フォロー外すよ、キモいんだけど、じゃああれネタだからっつって。なんでわかんねえんだよって。本気でやってると思うのって。本気でやってたら本当に頭おかしいやつでしょ、こんなの。逆に神経疑うわ。花火ありがとう！マサヤンヌさん、ててん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 。ありがとう。よし、移動しよう。シートはこうでしょ。フォローありがとう。まったり行こうぜ、まったり。でっかいゴミが捨てられてるっつうのはゴミ箱設置すればいいのに、その方がゴミの業者さんも楽なはずなのにね。フォローありがとね。移動しよう。釈迦ちゃんはね、釈迦の、そうなんだよ、のんちゃんに鍵渡して釈迦の面倒見てくれるって言ったんだけど、のんちゃんと連絡取れないから困ってんだよね、俺。釈迦死ぬぞ、ほんと。多分まだ寝てるんだと思うけど、のんちゃん。ハクさん、空青いね。何より何より風呂ねえ、
線ありがとう。いや、沖縄行こう行こう。ここの公園面白いんだよね、なんか。この造形。なんて言うんだろう、こういう、アートみたいな。遺跡みたいな作りになってんだよね。激しく日焼け、熱中症。昨日はマジでね、ペットボトルも7本ぐらい飲んでるよ。ありがとう、ハクさん。もしよかったら初見さんフォローしてね。おかえり、ミル。タバコ吸いたいからライターがいくわ。じゃないでしょ。モニュメントかなんか公園だからモニュメントでしょ。これセンスあると思う。でも空がやべえよ。超空広い。やばいよこの広さ。最高。ほんと絵みたいだよね。 UFO 来そう。あっつい。手やろう。和道が増加されてく。歌舞伎町でね、汚染されてるからな。なかなか都会に汚染されてるから、風呂入りてぇ。有名なとこなのかな、わかんない。ふらっと歩いて見つけた。 Google で調べて。超便利な時代だよね。海岸って検索したらもう出てくるの。疲れる。本当にサウナの中で運動してるみたいな。本当に疲れる。ビビるぜ。散髪そろそろ行かないとね。髪も染め直さないといけないし、給料入ったからかな。給料日まだだから。結構そのほら、自営業って自堕落的になっちゃいやすいから、給料日はしっかり決めてんの、自分の中で。決算とか、月締めとか。ないと、ね、どんどん、お金使っちゃうから。ヒッターさんいらっしゃい。あっちいな、ほんと。そう、1ヶ月稼いだらその月の経費いくらかかったとか、もう分かりやすいじゃん。管理しやすい。あっちい。もう俺、あれだぜ。チェックインしたらさ、放送切るぜ。一回もシャワー浴びたり風呂入ったりして、俺一回寝るわ。一回ゆっくり寝て、青山と遊ぼう。カリマーがね、いい感じだよね。カリマーほんとこれ当たり。あ、ファミマもセブンイレブンもローソンもあるな。ローソン行こうか。帳簿もつけてんのか。帳簿っていうか、その、なんつうの、帳簿とは違うんだけど、とりあえずレシートとかを全部管理とかしてて。だから売上キャッシュのインはシンプルなのよ。
要はステッカーが売れたか T シャツが売れたかグッズね、要はウェブのグッズが売れたか手売りのやつが売れたか口座振り込みのステッカーが売れたか、あと YouTube の広告料とふわっちしかないの。俺のキャッシュポイント5個しかないんだよ。だそれを1ヶ月いくら入ったっていうのはつけてるよ。それが帳簿というのかわかんない。本業ステッカーシール売りシール買ってくださいっていうの。そうシール郵送で送るんでシールいりませんか、本業はね。シール売りのおじさんです。シール、ああこっちの方がいいな。ファミマ行く、戻ります。シール売りのおじさんやってんの。いや、そうでしょ、ぼったくりシール1枚1000円のシール売ってんの。手売りはしてないの。なんつうの、1000円支援、手で売るっていうよりもリア凸して1000円支援してくれたらプレゼントっていう形なのね。で、あとは口座に振り込んでくれたら郵送、それは販売ね。でも圧倒的にリア凸の時にみんな買ってくれる。金梅ステッカーはデザインいいよ。うん、ただね、一番素材悪かったもの、桃7ステッカーが一番素材悪かった。びっくりした。もうパソコンでプリントアウトしたやつを売ってたから。あれはないわ、正直。で、素材自体が良かったのは川崎洋平。熱い。こんにちは。袋いらないです。あ、はい、じゃあ141円でございます。はい、サナティポイントカードお持ちですか。あ、大丈夫です。ありがとうございます。はい、41、はい、201円で、はい、ありがとうございます。はい、じゃあお預かりします。はい、はい、60円の配信ですね。はい、はい、ありがとうございます。タバコ吸えるぜ。うめえな。
昨日暑いね。全然違う。湿度にやられてる俺は。チェックインは2時からなんだけど、コーヒーとか飲むお店はやってるって。だからロビーとかで荷物預けたりとかはできるって。もうだって T シャツが潮吹いてるもん。青りんごか。青りんごいらっしゃい。うん、沖縄着いてから一睡もしてないよ。もうホテル入ったら寝る。うん、だからもうずーっと汗がこう滲んでる感じ。ちょっと分かりづらいかな、テカってる感じ。できるところあるんだ。どうだろうね、この辺何があるんだろう。そうね、沖縄沖縄金馬村どうなんだろうね。ただみんな誤解してるけど沖縄に来るんじゃないかんね。まず屋久島だからね、光光や金馬さんが行くところは、うん、みんなね沖縄に来ると思ってんだよ。違うんだよ。多分みんな誤解してる。そうそう、屋久島の後に合流するって言ってたけど、飛行機で今回移動するのは俺の方じゃないのよ。いや、あのね、もう所持金が1000円しかない。億万長者所持金1000いくらあるかな。今1000ちょいあるよ。億万長者希望ね。まだ億万長者じゃないから、人生で1回も億稼いでないから。今いくらあるんだろう。あ、違う、2000円あったわ。2000と熱いよ。2550円、2550円ある。大金持ちだよ。2000円あんだから。32歳でポケットに2000円持ってんの俺ぐらいじゃないの？マジで。なかなかいないよ。32歳でポケットに2000円入ってる男。まだ下ろさない。今日ホテルチェックインして下ろそうかなとは思ってるけど。はい、さい。どうもどうも。那覇じゃないね。那覇じゃない。もうホテル行くか。海ぶどうまだ食べてない。コンビニのおにぎりと、あとルビーで飯食った。マンゴーとかパパイヤとか食いまくろう。すごい天気だよ。見てこのピーカン。もう眩しすぎてよくわかんないでしょ。すごいぜ景色。やばくないこれ。これぞ沖縄だよね。よくないみんな。どう？
ピーカンですよ、ピーカン。ピーカンです。空めっちゃ綺麗だよ。もう雲がいちいちかっこいいから。雲が低いんだよね、なんか。なんでこんな雲低いんだろう。何度なんだろう。検索してみて。沖縄。湿度は多分 90% だったと思う。スコール来るんだよね。ザーって5分ぐらい降るんだよね。どっちだっけな。いや、天気良すぎでしょ。晴れ男だから。あっと、ホテル行こう。あ、そっか、マーコからするともう日常なのか。ふわっち綺麗じゃないよ。俺パソコン配信なの。多分他の配信者に比べて画質がめちゃめちゃ極端にいいはずなの。それはパソコンを持ってるからなのね。これ俺のこだわり。パソコン配信は。他の配信者が、はこの画質出ないから。一番ね、出るのは多分ね、深夜っちょがうまい。深夜っちょか俺かじゃないと画質は良くなんない。でも深夜っちょ最近あれだからな。携帯配信だからな。チェックイン2時。でももう行くわ、ホテル。倒れる、これ。もう行こう。なんだっけ。カメラの位置はパソコンにつけてる。あ、じゃあ雲がついた。はいはい、そうそう、またね。初見、あ、地元なの？予備。初見さん、もしよかったら沖縄いっぱい配信するから、今日着いたの。もしよかったらフォローして。和道です。コメントありがとう。こっから17分か。歩くか。いや、寝てないのはそんな問題じゃないよ。昼、3時ぐらいに起きたから。うん。ありがとう！フォローありがとう。あっち。痩せたかもね。俺、痩せたり太ったり、激しいから。うん、那覇に来た時ぜひ。今日那覇いたんだけどね。那覇、リアトツ、俺は OK だから。ただ、青山が OK かどうか。青山の気分もあるから。全然俺リアドツ大歓迎だから、放送中は。ステッカーもあるから、1000円支援してくれた人にはステッカー1枚プレゼントします。2種類あります。おりごといらっしゃい。夜景良かったね。最高だったよ。いや、もうきついよ。汗だらだらよ。車移動なんかよくわかる、みんな。サンオイルとか買わないとね、マジでやばいよね。高層ビルの谷間から海の向こう。嘘。持ってるのかな、俺。水分補給ちゃんとやるよ、ありがとう。あっち。なんかもう、太陽が眩しすぎて白抜けするんだけど。ちょっと待ってる。真っ白になるね。熱っ。17分って書いてあるね。多分20分ぐらい歩くね。
そろそろパソコンもずっと放送やってるから休ませてあげたいね。ここ渡っちゃうか。折れてる？よし。帽子買った方がいいかな。帽子持ってくればよかったな。ヒッチハイクしないよ。汗臭いから。これはやばい、でも。暑。いや、もう夜の方が暑かったよ。夜はもうひどい。29度で湿度 90% だったからもう地獄だったよ、ほんと。マジかと思ったもん。なんか沖縄の人も暑いって言ってた、今日は。今日、昨日は。海に飛び込みたいっていうか、プールがいいね、俺は。ホテルのプールにザブンしたい。ムネさんいらっしゃい、こんにちは。青山はもう起きて空港向かう頃かな。どうだ。暑いね。でしょ、旅配信の醍醐味そこなんだよ。一緒に旅してる感じがしていいでしょ。俺の目指してるコンセプトそこなの。一人で旅はするんだけど、みんなと一緒に疑似体験旅を、で、現地の人に出会ってくっていう。30度は超えてないと思う、多分。多分ね。沖縄の訛りいいよね。もうちょい先かな。32度今日。それ暑いわ。32度だって。いや、もうとにかくジメジメしてる。とにかく。テル来たら合流するどころか、テルのリスナーさんがホテルツインで撮ってくれたから。30.6 度、それ暑いわ。それ暑いわ。暑いね、11のかこいさんね。パソコンもちょっと熱持ってるからな。もう常にペットボトルで水飲んでないと頭おかしくなっちゃうよ、ほんと。これ車ないとダメだわ、沖縄。みんな冷房ガンガンだもんね。車が通ると涼しいの。冷房の冷気が漏れるから。そうだね、シャワー浴びて、仮眠して、で、銀行から金下ろして、で、青山と合流。そう、パソコンちょっと休ませたい。休憩大事ね。そうそうそう、ライトビールはね、南国がうまい。バドワイザーとかもほら、南米とかで売れてるじゃん。オリオンはこれはうまいよ。ただ、青山来る前に飲むの失礼だから、青山来てから飲もうと思ってる。マジ。
坂道か。しんど。オリオンドラフトうまいんだ。はあ、あっち。場所はね、ちょっと特定されちゃうのあれだから言わないようにしてる。いや、ホテルのチェックインしようかなと思って。暑い。ホテル行く。名護ってどこなんだろう。名護、ちょっとね、どこに回るかはね、予定はまだわかんないですね。今のところ。いやー、来た方がいいよ。超楽しいよ。そうそう。離島行こうかな、どうしよう。どう思う、教授、どう思う。なんか神が住む島とか、神が生まれた島とかあるらしいの。プール飛び込みたいね。移動すごい大変ね、沖縄は。しんどいよ。車持ってないとダメだこれ。やばいよね沖縄ね。俺のふるさと。みんなおすすめの島あるんだね、お気に入りのね、それぞれに。クモンリュー、違う違う、俺ね、ばあちゃんが沖縄なんだよ。ばあちゃんがハーフなの、沖縄の、うん、あ、お母さんが沖縄ね。母方の血が沖縄なの。やばいね、ちょっとね、翔さんね。あ、そうなんだ。クモンリュー確かにそんな感じの顔だもんね。あ、そうなんだ、俺と一緒だな。あっち。俺のばあちゃんは与那国な。あっちいな。もうちょい先か。よし、頑張ろう。やばい、20分歩くだけでもう、本当に、すごい滝のような汗出てるから。マジで倒れるよ。パソコンも熱いし。アロハシャツ買おうかな。ちょっとね、黒 T とね、ジーパンはね、無茶しすぎた。マジでジーパンがキッツキツだもん、蒸れてて。みんなおすすめの島あるんだね。まあ、ゆっくり回ろうぜ。昼ご飯行ってらっしゃい。多分ね、俺放送終わっちゃうには。また、夜ね。一回仮眠取るわ。ねえ。とりあえずテル待つよ。今日ホテルチェックインして、ホテルで寝る。夕方にはもういるから。坂多いね。あ、行ったことないんだ。そうなんだ、いいよ。俺らの放送見てさ、あ、こんな感じなんだって。は、ねえ、父ちゃん、母ちゃんのふるさとって感じで。見るといいよ。いいよ、沖縄。俺も小学生、中学生ぶりに来たから、初めてに近い。寝配信とか見たくないでしょ、みんな。アロハはでも欲しいかもね。アロハはちょっと欲しいかも。うん、また見に来て。みんなフォローして。沖縄配信頑張るからさ。いろんなところ見るから。奥門流フォローありがとうね。よろしく、これから。
暑い。もうちょい先か。もう一個先か。冬に行った方がいいかもね。夏はもうびっちゃびちゃよ。フォローありがとう、マーコさん。沖縄のね、今ね、ちょっと今はね、ホテル特定されちゃうから場所言えない。ごめんね。うん。空港から相当離れてる。いくらくらいすんの、その、仮ユシベアって。いくらくらいすんの。あっち。そうね、アロハって言わないんだって。仮ユシベアって言うんだって。あ、半袖、そっか、あれ入ってんのか。オンモア入ってんのか。そっかそっか。冬の方が余裕も安いんだ。いいんじゃない、涼しくなって寒くなる頃に来るのはいいと思うよ。滝のような汗だから。アロハはハワイだね。でもあれ日本の浴衣から来てんだよ。ハワイのアロハって。日本の浴衣をリメイクしたんだよ。そうそう。こっちの人のハイビスカスとかだよね。特定完了した。わかった。地元の人なの、だるまさん。だるまさん、地元の人？暑い。地元の人だったらわかるよね。冬海入れるらしいよ。10月ぐらいだったら。あ、だるま沖縄、だるまさん沖縄なんだ。じゃあわかるね。暑い。やば。いやー、コメントないと俺は生きてる価値ないかんね。ありがとね、だるま。もう、もろばでしょ、うん、ありがとう、ありがとう、気使ってくれて。悪いね。ありがとう、みんな。地元の人は分かっちゃうよね。暑い。クソ暑い。母ちゃんも分かった。みんな分かった。暑い。坂はきついぜ、これ。だってさ、海が下の方に見えるんだよ、もう。さっき言った海岸あそこだよ。やばくない？この暑さであの海行ってたんだぜ。いや、すげえのよ。30度、湿度 90% で、ピーカンで、坂道はきついって。もう汗ギットギットだよ、もうテッカテカ。あっち。サウナ、サウナ、ほんと。超低温のサウナって感じ。そこでウォーキングしてる感じ。あっち、マジで。リスナーさんがね、車で送ってくれたの。うん。暑い。俺のツイッターにね、海とか全部あげてるから、もしよかったらツイッター見てみて。でもし、いいね、いい写真だなと思ったら、いいね押してよ。いいねか、リツイート。写真全部あげてるから、食い物とかも。やばいよね。汗が止まんねえもん、マジで。わかる？汗の感じ伝わる？びっちゃびちゃよ、Tシャツとか。店は看板でわかった。じゃあ皆さんもうホテル着くので、ここでお別れです。ありがとうございました。アイテムたくさんありがとうね。じゃあまた、てるちゃんぴんと一緒に枠開くんで。お疲れ様です。みんなフォローありがとうね。沖縄の人、ありがとうね。ありがとう。たくさんフォローしてくれて。また会いましょう。お疲れ様でーす。エンディング曲流しまーす。うんこくせえな、ここ。なんだこれ。誰かうんこ漏らしたろ。うんこくせえな。じゃあね、お疲れ。
お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。